ルド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 ル。ニコウ。あ、こんばんは。花丹さんの生誕から帰ってきました。花だれ公演もね、ありがとうございました。お昼も、昼夜と2公演出演させていただきました。昨日から計算したらね、4公演も出演させていただいてて、ありがとう。いや、配信するか迷いましたけど、いや、しようと思って。明日がゆっくりできるので、今日ぐらいはやっぱ、私もやっぱほのたんさんの生誕って言っちゃった、間違えた。卒業を見て、ファンの方との、こんな方との時間をもっともっと大切にしようって改めて思って、髪ボサボサですけどね。卒業公演初めて、あのステージから見守る卒業公演初めてだったから、すごい感動しました本当に。のぶさん、クラッカーありがとう。いやー、本当に良かったですね。ドレス姿も、人のドレス姿ってあんまり見たことないですよね、私。最高でした。感動すること言う。ちな、髪型は強めな女でした。こんな感じで、これほのたんさんが好きって言ってくれたのでやりました。巻いてたけども、さっきあの帰ってくる時に、なんか雨風に打たれてバーンなって、なんかもうぐっちゃぐちゃですけど、ぐっちゃぐちゃですけど、いやー、やっとゆったり始めれた、ありがとう。すごい、もう満喫な一日、すごいわ。もう体力もね、結構いい感じにやられてますけど、達成感がありますね。やっぱ見送ることもできたし、昼のね、公演も2公演分詰め合わせました。昨日の2公演分ぐらいの元気が多分今日の昼公演にはあったんじゃないかなと個人的に思いますね。DMM 見て新幹線で泣きました。かわいい、泣きました。例えばサラピとかもね、サラピが泣くのなんて本当に 1,2 回ぐらいじゃない。だから本当にレアな、そのくらいほのたんさん思ってたんだろうなとね、いう感じですよね、本当ね。ほのたんさんが愛されてるのがめっちゃ分かった。なんか差し入れとかもすごかったんですよ。なんかもう本当にグループ全員でやってるコンサートがあるのかってぐらいの差し入れの量があって、それぐらいなんか見に来てくれている方が多いと言いますか、人脈がすごいなって思ったし、すごかった本当に。そう、昼もすごかった本当。昼ね、本当に花だれ公演の2公演分詰め合わせたぐらいの気持ちでした本当。いいね、あんなにやっぱ慕われる人になりたいなと思いましたね、このダンサーみたいな、ね。でまだね、活動日はねちょっとあるし、しかもほのたんさん、この追加のお話し会にも参加されるみたいなので、皆さんもね、12月までほのたんさんと会えますよ。素晴らしい、いいね。だからまだメンバーかもしれん、その時。そうね、12月までたくさん関われるとですね、なんかちょっと時間が伸びたというか嬉しいですね。なんか今日もね、台風とかの影響でどうなるかって分からんかったけど、ちゃんと開催されてよかったですしね。田中追加した、ありがとう。いや、田中とも話したい方はぜひ待ってますので、よろしくお願いします。可愛い洋服と可愛い髪と可愛い顔で待ちます、よろしく。リアルお話し会も参加するみたいですよ、ほのたんさんも。だからぜひぜひぜひ、時間割とかはちょっとまだ出てないかな、多分申し込みとかもまだ詳細はまた出ると思うんですけど、ぜひぜひほのたんさんにも
会いに行ってください皆さん。ありがとう。公演お疲れ様、楽しかった、ありがとう。見つけれました、うん、田中って美人気づくの遅いよ調子乗ってる、やばい。ありがとうございます、恐れ多いです。ありがとうございます。今日はちょっと夜公演はこの触覚をちょっと減らしたのが個人的にちょっとこだわりです。ちょっともう前髪もちょっと減らしてもらった、も上に持ってってもらった、メイクさん好みの強そうな女にしてもらったんですよ。にゃんにゃんにゃにゃん、結構頑張ってた、巻き取れない、頑張ってた、結構髪の毛結構頑張ってた。ほら待って、まだちょっとだけ巻いた感あるもん。もうね、メイクさんに巻きがマジで取れるんですよって本当に言って、その方はベテランの方なので、もうガッチガチにやってもらった。もうワックスを ついてたもん。だからこれちょっとシャンプーが大変かもしれないですけど、強めの女、ちょっとメイクも昼よりちょっと強め、もうガッチガチのまつげまつげが寝てないもん一個も、怖っ嫌な髪型好き、キャッとチャンチャラン。確かになんかね、でもリフトアップというか、なんか引っ張られる感じするもん。なんかマネージャーさんになんか言われたもん、なんか褒められた、うん、ちょっと唇プルプルしとくわ。じゃあ竹まつりさん、クマありがクマ、ヒホリンの MC 先輩との絡みも良くなって、あーよかった。なんかどう絡みに行こうかと、ちょっと昨日の山口はちょっとだけ控えめになっちゃってたから、今日はもうガツガツ行っちゃいました。昼公演とか見てくれた方は分かると思うんですけど、そうやっぱマイカーという気持ちを持って、はい、よし。ほんと横幅広げる髪より縦幅広げる、私の輪郭でも優しい、優しいね、嬉しい。なんかほんと強そう、もうマジやばいもん、これ絶対シャンプー大変なんだろうな。昼はね、なんか編み込みハーフツインみたいなのをしてたんですけど、可愛らしい感じの、あの手話とかがあるので可愛い系に寄せてたんですけど、夜はフラストレーションとかがあるので瀬戸利に強め女でやってみました、うん、いい感じ。ちょっと前髪もちょっと切っちゃった、ちょっとなんかここになんかおるわ、長いやつが。いい感じ、好きになった、恋した。のんちゃんさんもお会いしました。でもあんまりさ、2期生やっぱりちょっとしか話せてないから、あの一緒の活動期間も短かったから、その ありがとうございましたぐらいしか喋れなかったんですけど、そのよかった、何でも恋するは、よかった、惚れた、惚れ直した、イエイ。ワイも待って、タワーあるの、あららら、ら MC パン君ありがとう。だって一応スクショしておこうかな、あ、かけるかもしれないと思ったけど、私ラッコどこやったんだろう母様ラッコの存在知ってます？知らないですよね。棚かな、あっちの、どう思いますか田中に恋してる、みんな。お、今日はここでおつみほ、あ、じゃあ今あと後日の方がいいですかね、お礼ね。今日はここでおつみほなら後日書きます。パン君ありがとう、ありがとうございます。母すいませんね、片付けができない女なので、あのここら辺も散らかしまくっていますけど、右も左も前も私のものがいっぱいある今すいませんね、ちょっとあの片付けできる人募集中ですね、これは一大事。まだ後ろが起きる、確かにまだいけるね、後ろはこう背中空いてるもんね、まだ。やめてやめて、背中何置こっかな、じゃあどうしようかなおもろい、トークの片付けはできてた、よかったよかったよかった。時給いくら、どうしよっかな、じゃあご飯おごるわ、まかない付き、どう賢いなんて隠してる、隠してる、隠してるバレ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 
自分の部屋汚いけど人のとこは綺麗にできる。あーでも私もでも人のやってって言われたらさすがにそっちかもしれん。自分は汚いのに、汚いっていうかなんかね、汚いけどさ、これにあーってなってるわ。なんか新しく届いた服とかね、これ可愛いからちょっと私服のロケあるからちょっとそこで着よう。靴も買っちゃったチラ見。靴捨てますよ、他の履いてない靴捨てます。はい、あの2個買っちゃったので靴見てみよう。だって靴箱が私の靴が置かれんくなるけん。確かに多分結構私だいぶ処分したこっち来て楽7割ぐらい私ガハガハイエイ許して靴箱も欲しいね。じゃあ収納を増やして片付けられない人ってどんどん増やして何人か。この靴の箱は整った方がいい感じ。いらんの。かわいい。めっちゃね厚底がね欲しくてね。いやしかも厚底あの黒しかないんや今。で白欲しくなったんやね。絶対汚すやん。なんか防水とかのなんか。あしとこ。履く前にしよう。かわいい。しかもなんか気づかんかったけど買うときにここにファスナーもつい。全然白飛びして見えんけど。は？ここにもファスナーもある。何センチになるん？何センチになるん私これ170センチの。いやいやそんなないやろ。えある、これ定規ないてか買うときに見るけってよね。何センチっちゃろうなこれ。10とか8とかあるんじゃない。かわっつい。しかもこのリボン白飛びしないで。ほら見てリボンかわいいと思って。黒を履きたい日と白を履きたい日があるじゃないと思って白を買ってしまったわ。かわいいわ。こういうフリフリの服に合いそうと思ってね。ね。リボン結べんくせに。いやもうこの状態で履くけ。そうね、横にファスナーが。もうそうファスナーがあるけ。そう背が高くなっちゃう。なっちゃうなっちゃう。でも私160しかないからあれだよ。そんな170まではならんよ多分。これ10はないやろ。10あるんじゃないの。そう。私もう一個何買ったっけ。やめて。何買ったっけ。いいよ陽介なら10ある。じゃあ10あるんだ。えやば170。えモデルキモコエこっちもあブーツだ。ブーツもあの黒しかないやん、マーチンのだけん白かったよね。えママも履けるかもって。ほらかわいい。そんなん履いとうおばさんや。いやいいやお姉さん。お姉さんかわちいブーツ。あここに置けばいいじゃん。おーすごっ。これからの季節やっぱブーツじゃないですか。ほら素晴らしい。かわいい。え、しかもこれ両方開けれる。ファスナーが。これもめっちゃいいじゃん。靴箱入らんけん。この高さはやばいね。厚底っていう時点で靴箱入れるの大変。靴箱作ってくれる人募集します。いらんし全部募集します。あの靴紐結び係もおってもいいかもしれない。よろしくお願いします。ははダハって笑っちゃった。可愛く笑ってほしいな私。まだ暑いかなブーツ。履きたい気持ちは履きたいけど。じゃあまだこっち。まだスニーカーにしとく。かわちい重い。何センチ？ 3.5。うん 3.5。入らん。ママとお姉ちゃんだけ足がでかいんよね。私だけ 23.5 なんやけど。ママとお姉ちゃんだけ24とか 4.5 とかあるんよ。なんでなんでかいね。あ靴箱 IKEA で買ってますか。えいや買わんで。進めんで。進めんでだって物増やせちゃダメだって。もう靴磨き担当。えよろしくよろしく。あのこの2足じゃあ今日よろしくお願いします。えさっそう最近厚底の良さにハマっちゃって。そう厚底を履くとやっぱなんか
なんか家で履いとるなんかジーンズとかもなんか微妙だなみたいなジーンズでも厚底を履くとおもしろお足長く見えるなみたいな、なる履きたいなと思ったよね。どっちも洋介を買っちゃった。洋介過去に1個買ったんですけど、その時はなんかちょっと履くのなんかきつくて、なんかそれちょっとなんかきつかったんですけど、あの靴まだあんま履いてないけん、ちょっと怖い風の音、えずっとなんよババラーみたいな感じになった。え、靴を代わりに保管がいいな、その係いいな。でもじゃあ近くにいないと、あのお話し会で着ていくよとかいう時配送配送してくれる係がいっぱいいるな。しもべ募集はやばい。そんなそんなしもべだなって、そんなそんなひょんなひょんな。お母さん ST48 田中美穂着用って書いてメルカリにだって。売れんやったら悲しいやん。え、それだ。しかも値引きとかされたらどうしよう。やっぱこれ500円でいいですかとか書いたらどうしよう。つらいつらいつら汗汗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 汗。え、でもちゃんとね、私は見てちゃんとこの ZOZO タウンというものはですね、買い替え割というのもありますからね、あの過去に ZOZO タウンで買ったものをポイントと交換してその返却できるみたいなシステムがありますので、これねちょっと返そうと思ってます。コートとかね、ちょっともう買うやん、いつももうやっぱコートって流行りがあるけん、そうしますよ。で、新しい服はちょっとまだ可愛すぎるのでまだ見せないでおきます。これは着た日に、あ、でもカーディガンは可愛い、これも可愛いけど見せる。ちょっとこれ秋に行けそうだなと思ったカーディガン。かわいい、これ、え、かわいい、ほらピンクのね、ピンクのカーディガンで、なんかあのこの襟が可愛いなと思って買った。そう、え、今日のにも合いそう。ちょっと今日まだ暑いけど、この生地ちょっと秋にいいなと思ったんですよね、カーディガン。大きそうね、そうオーバーに着れる。カーディガンちっちゃいか大きいかの方が可愛くない？なんかわかる。バリちっちゃくてキュッて着るか、大きくてダボって着るのが可愛いやんと思って。これカスタネかな、カスタネのやつ。うわ絶対可愛い、無理無理ってなんだ。JK みたいな言葉使って、可愛いよ、見て、あ、待って、何この袖可愛い、曲がっとん、それとも、ま、どういうこと？曲げてもいいよってこと？どういうこと？かわいい。え、めっちゃかわいくないですか？これピンクとベージュみたいなの迷ったんだけど、ピンクにしちゃった。最近ピンク好きかも。ちょっとブリブリになってしまった。イエイ！え、かわいい。しかもポケットついと。え、このダボダボ感いい！お尻まで隠れる感じの丈感になっております。萌え袖。萌え袖キュンキュン。そう、最近なんかバッグもピンク買ってるしね、イエイ。なんか今日の中の服とも合う、これ良くない？ママも着れるよこれは。もうママピンクとか人生で着たことないから。でも襟あるよ、ママ襟スカン、襟ないのスカンゲロ、うん、襟あるよ。え、意外となんか着らん服、着らん色を着てみたら可愛い時ある。おばちゃんが来たら痛いやろ。それで厚底ですか？みんな厚底履いて。そうですか？違いますよね。ピンク着てもいいですよね、ママでも。笑うしかないやん。無だった、コメントゼロだったらどうしよう、この後。それ。あ、ママ若いから着れるよ。お姉さんだと思います。着る。なんかめっちゃゴマ吸ってない。ゴリ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 。ゴリゴリだね。ピンク似合いそうなお顔してましたって、あ、見た人が言ってるから大丈夫。やめて。ウケる。にゃんにゃんにゃん。え、これめっちゃ可愛い。ちょっと熱いけど今まだ。可愛いピンク。見て、顔をぶらさずに踊る練習。ぶれてない。いた。ピンクだよ。イエイ。テンション高い。そう、あの多分ね、もう限界突破した。もうね、本当にね、足の裏がもうグリグリすぎてもうボロボロでしたので、ね、ママ一回着てみて。入らんやったら悲しいやん。いや、入らんはない。これが入らんとかどういうこと。着てみてってよ。
似合う。私にがだけが見れるけどね。絶対似合う気がせんもん。着てみ。ピンクって買ったことない気がせん。え、でも、あ、そっか。見たことないやろ、ママがピンク着とうの、うん、人生で着たことないもん。いいって。でこれ着てじゃあ、うん、公園見に行く。なんか花だれ公園。やばいやばい、バレるバレるバレ。怖くない？これ着て厚底ブーツ履いて。やばいやばい、バレるバレバレ。話しかけられるめっちゃ。はず。絶対か。え、可愛いよ。これに普通になんかスキニーとか。ママはデニムがいいな。うん。こらいいじゃないか。最高。楽しいよ。みんな。ちょっと前髪あのなんかジャギジャギなんだ。汗か。楽しい。めっちゃ似合うやんって投資した。投資したのもしかして。ね。デニムよ、そう普通になんか中は白 T みたいなのでデニムで普通にこれとかの可愛いと思う。それか花柄ワンピとかにダボダボみたいな感じでもいいと思うし、ね、いいやん。え、靴も楽しみ。めっちゃ履きやすそう。中のこれもう抜いとった方がいいかな。うん、あ、でもまだ履かんけん入れとった方がいいかな。知らんけどいつから履くん。ね、ブーツっていつから履いていい、みんな知ってる。でももうクーズやね。そうよね、季節的に普通に白やもんね。そう、両方開くの珍しくない。すごいやん、履きやすいやん。でも両方開くとか知らずに買ったんやけどね。さらに厚い中にインソールが縫い付けてある感じよ。10センチって言わんやん、これ履いてみる。ママ、ママが履いてみます。入ったけど、これ履いていこう。裸足で履けばいいんじゃない、じゃあ3.5、 あの靴下の厚みであれなるやん。え、入ったやん。これ15センチぐらいあると思うよ。え、そう。ちょっと定規持ってこようよ。しょうがないね、取り入った。広島って台風なんかね、さっき風がすごかったので明日は出かけない。雨も 100% やけど、うん、もうママがねまたおかず作ってくれとるけん家から出ません明日は。センチかな。おお、うん。10センチ。170センチなるじゃん。すごい。こっちは一緒。重っ。つけ、うん、足くじかんように。そう。え、でもなんか全体的に上がっとるけん。こっちは9かな。おお。意外と。そうそう、全体的やけんまだ。そうそう。まだいいよ。ヒールよりはね。そうそう。これのいとこも。え、この靴ちょっとでもね、足首ごとグリってなることあるよ。厚底私流行っとったもん。やだ。え、でも今日ほんとなんかもう最近普段から厚底履いてるんですけど、今日マイカー あのリハを厚底履いてること忘れても始まってしまってから、もうカモンカモン部長ヘンザーとかはやばかったもん。あのなんかグラ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 カモンカモン部長ヘンザーみたいなっちゃって、めっちゃ一人で焦ってた。全然できなかったもん。もう厚底でフラストレーションはダメです。みんな覚えておくように。これちょっと外しとこ。厚底の靴をうまく歩けるコツ、沖さんが知ってると思う。沖さんも結構毎日ぐらい厚底な気がする。うん、靴欲しい？いる？私の、あ、いらん靴いる？いらんわね。 23.5 だけどどう？どうかな？みんな、あ、入る人いる？多分いないよね。3.5、 あの女子に一番多いぐらいのサイズじゃないですかね。あと4センチ大きく、でかいな。それはパパよりでかいかな。パパそう考えると足意外と可愛くない？26ぐらい？いや27と思うけど、うん、意外と身長の割にはね、うん、あれ、ガチ恋でも靴はいいです。あれ、あれ、鑑賞用に買う、やばい。いい匂いにしとこう。スプレーしとこう、あの防水スプレーとかもしとこう。綺麗にしとこう。ちょっと足縮ませていきます。めっちゃおもろい。頑張って。足
まあでも私足なんか長さはちっちゃいけど横幅あるタイプだから足のこれ入るかな横幅怖っ。ママ入ったけんね。あそっか、あこっち入れない。まあでもいけるか。楽しみ、新しい靴とか服とか。これもこっちで私が見るように開けよう。これも何私が見るようにで一緒には見せず。そうまだこれはちょっともうすぐ着るけん多分その日に見せたい。かわいいよこれ見て、袖がめっちゃかわいいよこれ見て。この季節にちょうどよくない、なんか暑くも寒くも。かわいいかわいい。でベルトもある。ちょっと後で着方もう一回見ようこれかわいいかわいい服をいっぱい買っちゃった。にゃんにゃんにゃん。ちょっと着方を見よう。ちっちゃっちゃ。え今ねあの目の前がすごいよ。ダンボールダンボールダンボール、靴靴服みたいな超音波出てた超音波出しちゃった。おお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 。どこだっけこの服を買った履歴を見たい見たいけど、あこれかもしれない。ちょっとね好きだよね、ここの服好きで買っちゃったよね。ちょっと高いけどポチって押しちゃったよね。くーくくくくくくしゃ。袖がベルスリープって何？ベルスリープ袖ベルスリープって何？ちょっとわからん。どういう系統？これどういう系統かな？なんか被らないみたいな。被らないってどういうこと？被らない。人と？うん。人と。分からんやん。これ被る？この袖。被ったら嫌やね。うん。悲しい。被らないでほしい服です。被らないでほしい服。私なんかジャンル分からんのよね。ガーリーではない。どれこれ？分からんよね。被らんみたいなジャンル。それってどういう分からんくない？人と被らんジャンル。笑い方キモい。もう本当にやだ。可愛くしたい。メンバーなら誰が来て？アリちゃんさんとか。うーん違うかな。分からん。だからアリちゃんさんもなんか人と被らん服のイメージがあるけん。どうかな。なんか。そんな感じ。わかる？なんかは言いたいことわかる？変わらんやろ。なんかふわふわ系とかではない。なんか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 。そう、アリちゃんさ社長だからちょっとね。あのったんケーキありがとう。ちとくさんシュークリームありがとう。まあお楽しみ。あのこの1週間以内には着ると思うのでこの服を待っててください。語彙力が壊滅的。みー。あー YouTuber さんが出してるブランドみたいな。そう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 、なんか R ちゃんとかが出してそうなみたいな。ちょっとうんそんな感じ。そうですね。そうそう肌の露出はそんなないかな。全然なんかセクシーとかではないから、なんかおおしゃれみたいな感じなので、まあでも私明日ね一日中家なので、多分明日着てる服はちょっとどんなん分からん。もうめっちゃ部屋着った感じかもしれんけどね。なんでこんな前髪ちょこちょこ出た、前髪切ったのにもう一回着よう。もうほらなんでほらこのちょこちょこ見えるよね。みんななんでこんな出た、切りた、なんで、なんか前髪少なった。しかもいいけどなんか前髪まつげがすごい。今日はね昼公演前にねまつげ塗ったでしょ。その時もマスカラ2本塗って、ロングとボリュームとどっちもして、
でまた夜公演前にもう一回ボリュームを塗ったから、もうまつげがありすぎ、なんかもう固まってるぐらいある。 すごいまつげです。2個なんですよ。え、ちょっと前髪切りたくない、これ。ちゃんちゃららんならんなんなら、前髪ね、もうね伸ばせん、無理、ちょっと耐えれんかった、早々に諦めてしまった。あとなんか公演の時が難しいやっぱりと思って、下にティッシュを準備しています。ここがすごく邪魔です。え、どこ行った今の髪の毛。あ、ティッシュにあった。なんかね、ここがねジョキジョキしてる。配信を鏡にして思い立ったらそうやっちゃうかもしれない。ちょっとね、まあこの後お風呂入るから多分もうちょっとあの伸びるというかあれだと思うんですけど、なんかね、そうなんかね、長いのがおるっちゃんね。怖っ。でもね、このハサミはね、丸なんかのちゃんと安全なハサミなんで、え、ちょっとこのちょびちょびを切るだけだから、あのちょっと後で整えます。でも結んだの外したらさ、そう、落ちてくる、落ちてくるけん、けん大丈夫、あのけん、もうこれでいいや、一旦ジョギジョギを、ジョギジョギを切った。おんまいは本当に似合わんけんね。しかもこの輪郭でおんまいはね、終わってるからダメだよ本当にね。なんか中学校の時とか高速でおんまいみたいなんだったけど、ピンで止めてたもん私は、切りたくなさすぎて、休みの日は巻くみたいな感じで。いやいや、ウォウウォウ、なんか髪の毛おる気がする。ここほ、あ、ついた。ほ、ぽい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 。うん、もうね、昨日からの達成感、もうやりました、頑張りました、自分の体力。ふう、ヤッピーがみほりの髪質、ヤッピーって誰だっけ。いや、にほちゃんのからしを販売してほしい。今日もお弁当に唐辛子ちゃんとかけて食べた。あ、アーナに投稿されてた。あー、4公演やりきったの、ミホリンとユミリンだけ。リンリンコンビ、すごい嬉しい。もうなんかね、だってね、踊る前に食べてるのに踊った後めっちゃお腹すくもん。あ、そんだけ体力使ったんかなと思うもん、めっちゃお腹すく。そうだけ、あー頑張ったユミリンさん、ユミリンさんも頑張った。お疲れ様でし、しししちょっと昨日の公演のね映像もまだ見れてないので、ちょっとね後で見ようかと思っております。昼公演分は見れたんですけど、夜がまだ見れてないので。うん、楽しかったね。あっという間の土日終わりましたね。いやー、まあでもみんなも明日、祝日が休みの方は明日も休みなのか、私も明日はお休みなんです、珍しく。最高。まあ明後日以降にね、いろいろまああるんですけども、にあ、明
明日台風で休みになった。ああそっか、そういう方もいるのか、地域場所的に。そっかそっか、家でおとなしくしときましょう、一緒にね。明日何もしないよ起きて食べて配信して寝る本当に多分本当に明日ね、でも風、風めっちゃ風怖、家飛んだらどうしよう、怖怖、一緒に飛ぼうねママ、いやもう本当ね、え同じく一日中寝る、いやもう明日もねみんなおとなしくするのが一番よだけね。ママも今日なんかちょっとおかず作れるようにお買い物してきてくれた、なんかフルーツもあるし、まあ最高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 うん、お公演お疲れ様でした、ありがとう、いややりきりましたねみんな、よかった、良い一日でした本当に、良い2日間って感じでしたね。だから明日はおとなしくしていこうみんな。お、ししとうのおかかめっちゃ美味しい、そうなのよ美味しいんですよししとう、しかもあのちょっと苦味あるのが美味しい、またなんか私ゴーヤの苦味までは無理なんですけどししとうぐらいならいけるんですよ、菜の花とかも、そう美味しいよね。今日もママおかず作っとったね、写真 見返そう、ナス味噌、うわうまそう、コールスローサラダ、うわ水菜とツナのサラダ、あそれが大好き、水菜ツナ、あともう一個あった、きゅうりとささみの梅あえ、美味しそう、よだれししとう食べれるの大人でしょ、そうなん、でもゴーヤはずっと無理なんだけど、そうなん、今ママがなんかおかず作ったよって送ってくれた写真あるよキャンチャラ、あなんか保存してしまった、こんな感じでおかず作ってくれてる、コールスロー、ささみときゅうりの梅あえ、なす味噌、ツナ水菜サラダ、最高最高、もう明日のご飯もあるね、最高、ゴヤのおひたし常備菜、苦くないん、おひたしやったら苦くない、どうなんか、確かに天の声さんどこでそんな料理を覚えた、そうね確かにね、どうしたらそうやる人になるんやろうね料理を、まあママやけんそうね、確かに、食べるのが好きだから、うお一緒、でも君食べる専門やん、うん、ママはなんか食べるの味を想像して作るんよ ね、 なんかそう、なんかこれをこうしたらこの味になるかなとかを想像してなんか作ってるイメージはある、なんかそんな感じ、私もなんかこれをこうしたらこうなるかなとかは若干想像できるけど、それを作ろうってなの誰か、でもさタレとかさ割と再現できるやん、うん、あ、まあ、あの作れと言われたら頑張れる、うん、もしかしたら才能あるかもしれんかもしれんかもしれん、なんかあのこの料理を食べてああれが入っとるとかわかるんよけど、それを自分で作るかと言われたら作らんのだが、これあれの店の何々の料理の味付けに似てないとか、うん、そういうことは言うじゃん、そう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 、そういうのはやるなと思う、あと食べ物の記憶力だけは、そうなんですよ、あの店で食べたあの料理のこれみたいなのはすごい覚えてたりとかするんだけど、そうね味覚、うん、英才教育受けてるそう、そこがね、そこはあるんだけど、だから知識知能なんていうのそれ知識知識あの絶対音感の下版みたいな、あー相対音感ぐらいのだけど、絶対まではいかんかもしれんけど、うん、下版下版なんていうか、誰かよろしく、それです、なんて言うんだろうね、そう下の絶対絶対絶感
絶対絶感。だってちっちゃい頃食べたお店のこととかも、え、覚えとうよ。行った先で食べた、え、覚えとうとかは覚えとうけど、行った場所とか覚えてないよ、うん、例えば観光地とか、うん、覚えてない。そこで食べた何々、うん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 、確かに、そう、そんな感じかもしれん、うん、ソムリエ転職、マジソムリエ、そうなんだ、できるかなできるかな、新たな才能を発見したかもしれん。食べるだけやん食べてなんか言うがかりみたいな。あ、じゃあ評論家的な。あ、そうだ、それならいけるかもしれません。いけるかもかもかも。でも人に味を伝えるのは上手かも。おお、あ、うん、食レポとはまた微妙に違う。そうそうそう、なんかこれはこれをこうしてこうした味とか、なんかあの店のとか本当にマジ伝えれる私、うん、絶対そう。でなんかさっきもね、チョコのお菓子食べて、え、燻製の味したね、絶対分からん。でもそれ正解かどうか、なんか噂やけど、え、そう、絶対言える気がするね。食ライターっていうのかっこいい。ああ、親からこれ何入ってるって質問されて答えるの、え、できるよね。なんかこれ何々入れたって言ったら入ってるもん。うん、そう、隠し味当てる。え、そう、そこ特技いいの。でも何に役立つそうなんよ、分かったところで別に食レポの感想とは違うもんね。そう、その正確に伝えるのが食レポじゃないやん別に。なんか分かりやすく美味しそうに伝えるのが食レポ。誰か作ってくれる人と結婚とかせんと無理だね、生きていけないね。待ってます、うん、よろしくお願いします皆さん。あの今日のほのたんさんみたいなドレスを着て待ってますのでよろしくお願いしますそしたらもうママも作らんでいいくなるけん、私の分大量のお願いします。そしてとにかく美味しそうに食べてくれる。あ、そうですね、美味しくないっていうことないもん。そうね、あの静かになるだけで、ママの料理で美味しくないものないけん本当に。いや、うん、いやないもん。お店とかで、あーあーねみたいなのあるけど、でも最後まで食べるもん一応みたいな。また腹ごしらえちゃんといる、みんないる作ってくれる人いる、毒味役、ええー、天の声さん料理教室何円にしよっかな何円にしようかな、1時間何円にしよう、1時間じゃ終わらんかな料理。でも短くない、私作るの。そう、なんかもうお腹すいたって帰ってきたら、でちょっと手洗ったりスマホいじったりとかしてあんまできたよみたいな本当にありがたい、うん、いつも早い、なんか30分とか。そう、なんかね、着地点をから逆算するじゃん、うん、出来上がる時間が全部の品数が同じぐらいに出来上がるように逆算して、なんか一気に、そういう時だけ脳みそ働くんよ。でも地頭いい。でも違う、整理整頓とかなんか片付けの順番は、あー確かにパパは逆に片付けとかの方ができるもんね、うんうん、いいコンビやんパパママ私はあの無理かな私は無理かなね、時間逆算。そうだけどさ、私がなんか今日ご飯作るよみたいな日たまにあるんですよ、ほんと1年に2回くらいママに。なんかそれをやった時もなんかさ、もうほんとなんかもう逆になんか先にあったかいものから作ってしまって、なんか丼とかを、うん、丼とかをもう出してしまった後にサラダ盛り付けたりするけん、私はもう丼が冷めるやんその間に。それ嫌だよねめっちゃ。そういうのとかが私はできん、逆算が。だからすごい母は偉大だねすごいね。そう、絶対マヤマヤするよねママだけど、作っとうとか見らんでって思うもん、いつも見せんもん作るときは見らんでほしいもん、包丁切るときとか。でも包丁の音でわかるもん、下手なんかガンガンみたいな本当に上手な人はストン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 ってなるやん確かに重みがやまって言ってくるじゃん、だけミランデっていうそうなのえ、作りたいのか作ってしまう。そうなの、わかるよ、そうなのよ。そ
え、マジね、全然危なくないよってこっちは思ったのに包丁で切るときとか、これでいいよって思いながら作るようなのに、えみたいな、えみたいな、こういう顔こういう顔、ほんとダンスも力強い、あそこにね力入っちゃってね、やる気が出すぎてね、そうだよね、そういうことだよね、ね。まあなんか食べる専門なんですけどね、はい、よろしくお願いします。やろ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 。でも本当ね、今日ね本当にめっちゃ、もう本当にここ最近で結構パワフルな公演をできたんじゃないかなと。昼公演の私はね、一瞬のスリルね、地味にねやったよ。結構あれは立ち位置が別にめっちゃ前とかじゃないからあんま見えないかもしれないですけど、今日の会場だったら見えてるのかもしれないですけど、もがいてます後ろの方でギレンギレンでなんてやってます。めっちゃ飛び跳ねるとことか、あの見えたら見てみてください、よろしく。一杯の水とかも結構後ろなんですけど、あのやってますね、結構あのもがいてます、後ろで目立っていくよっていう顔をしながらやってます。でも今日会場広かったから、なんかいつも 4.5 とかあの立ち位置番号がもう端っこだと5までしかない会場だともう壁なんですよ、マジ 4.5 とかに立つと。だけど今日はもう6ぐらいまであったから、すごいなんか端っこでも端っこ感がなくてすごい踊りやすかったんですよ。あ、原点もよかった、嬉しい。原点ね、結構こだわる、こここだわろみたいなとこめっちゃあるから、もう一回見返してみてほしい。 DMM 見れますんで、昨日の分は、今日の分も明日の昼過ぎから見れるし、そうよかった。今日の昼本当すごかった。よかったです、ありがとう。うん、本当。一杯の水も好き、原点の踊り方めっちゃ好き、サチです、もう幸せになった、ありがとう。あっくんハートありがとう。ほっぺたぷにぷにさん結婚してありがとう。しよう、おるつさんケーキありがとう。あー、花だる公演慣れすぎてワンハーフなのシーン、確かに課外活動公演結構被ってる曲ありますもんね、一緒のスリルとか一杯の水とか、そうなんだよね。だからそう、確かに、だから次合ってるよねこれでってなるもんね、一瞬ね、大丈夫だった。なんか早く終わっちゃう、なんかね、ワンハーフがめっちゃ短く感じたもん。制服の重さも好き、嬉しい。だから名前の通り重さってあるから、結構重めのダンスでやらせてもろてます。なんか原点と制服の重さ結構似たような感じで重めのダンスをやらせていただいていますね。で逆になんですか、一杯の水とかはちょっとなんか飛ぶ感じというか軽めの感じでみたいな、だからうん、曲によってちょっと変えるかもしれない。嬉しい嬉しい嬉しい。制服のもさ、髪の毛見方、そう、羽が生えた山にみたいな、めっちゃもうこんな感じ髪の毛あってよかったってそこでめっちゃ思います。いつもシャンプーめんどくさいけど髪の毛あってくれてありがとうって感謝しながらやってる。羽ばたくとこやった、嬉しい。原点は止めるとこしっかり止めてるからすごい綺麗に、あー嬉しい。なんかああいう曲って私は昔から早撮りになりがち、なんか早く音を取っちゃいがちなダンスだったんですけど、もう遅撮りぐらいの気持ちで、なんか僕は原点に帰るよみたいな感じで、前まで僕は原点に帰るよって感じだったんですけど、なんかちょっと伝えるの語彙力ないけど、すごい威力ないけど。で原点はさこちゃんもめっちゃかっこいいよ、音ハメが。葵さんももちろんリスペクト葵さんももちろんですけど、葵さんの音取り、ダンスのリズムの取り方とか音取りがめちゃくちゃ素敵なんですよ。それを結構真似したいなと思って全部頑張ってますもう綺麗、ありがとう。ちょっとボシャボシャだけどありがとう。もう11時50分早っ、57分30秒ぐらいからランキング読んだらいいかな。
もよかった本当ね。葵さん、そう、葵さんのダンスにめっちゃ憧れてる。本当に最近リスペクトが止まらん。しかも葵さん私の唐辛子を貸してって言ってくれるし、もうね、リズムの取り方本当にねいいよね、マジでなんかいいよね。でも葵さんとみちゅさんもちょっとなんていうんですか、やっぱその一人人々です、人ごとに違う個性があるじゃないですか。それもいいなと思って、どっちもに並べる人になりたいなと思うんですけど、結構難しいですけど頑張っています。え、そうな、唐辛子アンピーは使わなかったんだけど、サラピはちょっと使ってたよ今日お弁当に、嬉しかった。そうで、葵さんは昨日つけたいみたいな、かけたいみたいな言ってくれて、貸してって言ってくれたから嬉しかった。ふふ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 ね、うん、タワーの俺って。え、この前のではない、え、待って、この前のではない、うん、あ、この前のか、あれ見せなかったっけ、あれ、チュチュチュルル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 、あ、これ9月3日か、ん、間違えた、え、待って、葵さんのダンスはみちゅさんと千穂野さんのいいとこで、そうなんだ、確かに千穂さんもね、ほんと千穂さんの、私手話ジャーネの踊り方めっちゃ好きなんですけど、なんか真似できないんですよ、まだなんか納得いってないんですけど、まだ手話ジャーネはまだいつもやりながら、あ、ちょっとなんかちょっとうってなりながらやってるんですけど、そうなんですけど、そう、手話ジャーネね、千穂さんの踊り方やりたいんだよね、私頑張ってる、むずい、むずむずしなんだよな、ちょっとな、頑張ろう頑張っていこう。おお、自分はさこちゃんとゆなゆなのダンスいいね、確かにあの体感がある感じが、私ゆなゆなのターン好きすぎる、マジあの安定感欲しすぎる、私足グラグラしちゃうんですよ結構、そう、ごまかすのが、私は最近ごまかしを身につけたんですけど、千穂さんよりシュアジャーネ、知ってる？千穂さんと同じぐらい出てるんじゃない、東京公演とか千穂さんやったし、どうかな、どんぐらいかな、え、ちょっとラッコ行方不明だからまた後から書くね後から書くね、だよね、千穂さんなんか柔らかいけど芯があるみたいなダンスしてますよね、なんていうか、あー、首の傾け方、顔の向き方、確かにあのそれだったら、あのサングラスデイズはめっちゃみちゅさんがめっちゃあの首を傾ける動作とか結構激しめにやってらっしゃるから、それはちょっと参考にさせてもらってます。なんか AT なんてとか、ずっと先のことじゃないのかとかですかね、曲によってこの人参考にするとかちょっとあるかもしれん。オムラッコ旅行に行ったのかもしれない。どこ行ったんだっけ、私ガチメン、どこ行ったんだ、明日探そう今日探さない。え、嬉しい、この前久しぶりに見に行ってダンスすごくなってて勝手に感動、やったやった、やった公園で千穂さん見てない、見てないなと思ったら、そらそうか、そらそうなんよ一緒に出られないの悲しいけどね、同じ立ち位置だと、そうなんだよね、先輩と気候配関係なく参考にしたし、いやいや、だからこの前もあの研究生ちゃんと一緒にフェス、ベビーフェスとか出た時とかも
なんかあんまりまだなんか声出しの練習とかってあんまりなんかそのちゃんと習ったことはあんまりないから、研究生ちゃんは結構やってるじゃん、アッシュとかでやってたから、どんな感じの声出し練習してるみたいなのを聞いて、葵さんと一緒に研究生ちゃんに習ってやったりとかした。めっちゃハヒフヘホで音はーみたいな感じのなんかそういうのをやったりとか、そういろんな人の学びを取り入れたら最強になれるんじゃねえ説と思ってね。そうね、そうだよね、アッシュで習ってたことをこうやって STU に広めてくれたら、うん、ありがたいなと思う本当に。だってやっぱみちさんとか千穂さんとかやっぱりあれじゃないですか、うん、うん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 、あ、もう時間だ。じゃあランキング読んでいこうかな。レッツラゴー、ジルボーハートありがとう。ではいきます、22位から。名前ないんだけど22位の方、22位、空白空欄さん。そして13位はローグラスさん、12位オロチさん、11位ヒョウチュウさん、10位アスパラさん、9位ジュリボウ、8位アダメイさん、7位ミキちゃん、6位渡辺さん、5位ジトクさん、4位竹まつるさん、3位ジョーさん、2位のんたんさん、そして第1位 UVC パンくんでした。ありがとうございます。いやー、ということで今日も朝もね、夜もね、まあ昼も夜もって感じですけど、ありがとうございました。すごくすごく満喫した土日でありましたが、明日はちょっとね、あの台風も来るし、私もお休みなのでゆっくりしようと思います。お互いゆっくり休みましょう。メールは送るので見てください。では、あ、もうじゃんけんは朝したのか、私だからじゃんけんなしだからもう終わっちゃいますね。ということで、いい夢見てください。おやすみほー、切れるまで手振っときます。おやすみなさーい。おやすおやす、ゆっくり寝てね。おやすみほー、ありがとう。おやすみほー、2日間お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。ありがとうありがとう、お疲れ様でした。ありがとう、にゃんにゃにゃ、今日も可愛かった。ありがとう、おやすみほー、おやすみほー、またね、バイバイ、ヤッホー、バイバイ、おやすみほー。スイーツドリームズ、イエス、片付けしてる、します。バイバイ、また明日、ヤッホー。え、今月13日が誕生日、おめでとうでした。夢に出てきてください。考えてて、私のこと。またね、おやすみほー。たくさん食べてね、明日はいっぱい食べていっぱい寝るね。おやすみ。